ちは。ここが知りたい不動産の時間です。皆さんからの不動産に関する質問にお答えします。今回は私永久里奈が担当します。不動産について勉強したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。コメンテーターは不動産コンサルタント会社株式会社 CF ネッツ代表取締役の倉橋孝之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回も CF ネッツ鎌倉本店からお送りしていきます。この番組は豊かな未来のコンサルティング CF ネッツの提供でお送りします。今回はこちらのご質問です。東京都世田谷区にお住まいのペンネーム旅好きレナーズさんからです。いつも三崎城ヶ島を紹介したり、時には長野名古屋にまで行ったりする番組大人の歩き方が好きです。三崎城ヶ島には遊びに行きました。ワーケーションが注目され始め、サブスクで日本全国の気に入った家に住めるサービスが人気です。私も三崎城ヶ島でワーケーションをしたいのですが、CF ネッツさんではこのサービスを扱っていますか、というご質問と、横浜市港北区にお住まいのペンネームバグ切り番人デバッカーさんからは、テレワークをきっかけに引っ越しをした、検討中、いつかしたいや、引っ越しで通勤時間が長くなってもいいという人が多くなっているという記事を見ました。住居費が安く、近所で一通りの買い物ができ、都心まで1時間程度という条件もあるそうですが、自然と便利さが程よい郊外でおすすめの物件はありますか、ということですが、倉橋さんいかがでしょうか。いっぱいありますよいっぱいありますか三浦にはね、はい、まあ、ね、その三浦半島に三浦市と横須賀市ってあるよね、はい、でここの物件って比較的安くてね、まあ、あと環境もいい、物件はいっぱいあるのね。で、まあ、最初の方のね、このなんとのワーケーションっていう、はい、まあ、考え方もさ、最近流行ってきてて、で僕はあんまりね好きじゃないんだよね。バケーションはバケーションでさ、楽しむ必要があるし、はい、仕事は仕事じゃん。でね、まあ、ただね、子供たちをね、遊ばせに行きながらさ、要するに仕事するっていうね、そういう関係の人だったらいいけど、それなかなかできないじゃん。で僕なんかはちょうどテレワークでも、今日ねたまたまこの番組の収録があるから来てるけど、はい、実際にこの今ね、うちでもねワーケーションって考えると、三浦市とね、うちでやってる今さ、トライアルステイってあるわけで、結構ねこのトライアルステイがさ、長期でね使う人増えてきてて、で実際にその、まあ、ワーケーションっていうのかどうかわからないけども、まあ、実際にキッチンからね、洗濯機からなんか全部ついてるから、まあ、1週間10日全然ね暮らせるわけだよね。でこの間の方はもう3週間くらいいたのかな。うん、でもう結構気に入ってくれていて、はい、で次はこの物件買いたいとかいう話にもなるわけじゃん。だからね、例えばこう、ね、僕の住んでる三浦市三崎という、ね、ところは、まあ、ほとんどさ、もうなんていうの、ね、食材は豊富だし、買い物すごい便利だし、で生活の利便性もそんなに捨てることないし、でさらにさ、ね、今うちの自宅の1階はさ事務所になっていて、で、まあ、皆さんご承知の通り、そこで YouTube の動画配信したりね、はい、してるわけだよね。でだから何の支障もなくさ、ね、テレワークっていう、ね、ものができてるわけ。これがなんとなく一番ね、なんかこう、なんとかな、こうコミュニティが切れないくらいの距離で、そこそこ田舎だけど生活困らないみたいな。でさらに、まあね、お話の中でいくと、まあ、安くてっていう話だけど、はい、土地考えてみてよ、今僕ん家は270坪あるんだから、うん、で建物も、まあ、そこそこの建物だよね。であれさ、例えば東京で買ったら10億とかで買えないじゃないの、すごいですね、と思うよね。だからそれがさ、向こうで実現できちゃうわけじゃん。で僕はね、吉永さゆりがさ昔コマーシャルで言ってた、はい、大人になったらしたいことっていうね、うん、キャッチフレーズがあってすごい気に入ってて、はい、うん、だからね、横浜にずっと住んでたんだけど、結局その大人になったりしたいことを実現する場所ってさ、横浜じゃさ、まあ、3倍4倍5倍かかるわけだよね、はい、
で今僕もね、越後湯沢にね、マンション持ってたり、毎朝、北海道にもマンション持ってたんだけど、北海道はねやっぱちょっと距離があって、そっから仕事ちょっとできないなって言って、でもう売っちゃって、でホテルも安いじゃん、だったら別にマンション持ってる必要ないなと思って、で今はね越後湯沢持ってるんだけど、そこはねほら山の高台だから空気はまた違うじゃんさ。だから空気を吸いに行ったり、あとゴルフなんかも結構楽しめたりするから、まあ、そこのマンションなんかも、ね、去年もまた買い足してさ、家族なんかも連れて行くようになったの。いいですね。うん、そういうさ、なんか環境をね整えるという面でいくと、そう考えるとさ、じゃあそこのね、湯沢でその通勤できるかというと、また新幹線乗ったりなんかするでしょ。と確かに同じ移動時間で1時間にしたってやっぱりちょっと来れるっていうのとさ、やっぱなんかこうね新幹線でこう移動するっていうのはちょっと距離感違うよね。でまあそれはそれでさ、そのね、非日常的なものを味わいに行くのはいいんだけど、やっぱり生活としては無理じゃん、って考えたら、やっぱり生活としては僕はね三浦市とかやっぱり横須賀市で結構魅力があって、で一部屋二部屋3部屋4部屋分かんないけどさ、増やすの可能じゃん。だからまあねぜひこうね、通勤圏内で、そういう場所があるので、まあ、ぜひねこのトライアルステを、要するに一回ね、味わって自分の生活感とこれが合うかどうかってことを確認してから、いろんな計画すればいいんじゃない。で他のとこもさ、もし行くなら要するに、どっか賃貸で借りるとか、まあ、極端に言ったらさ、ね、買う前にホテル1週間どっか借りてさ行ったっていうわけじゃん。だからやっぱ生活が合うか合わないかっていうことが重要だから、まあ、そういうのもね意識して、いや検討したらいいんじゃないかなと思いますよ。なるほど、CF ネッツグループには弁護士、税理士、不動産鑑定士などの相続の専門家がおります。それは皆様の大切な財産をしっかりと継承させることに必要不可欠だからです。まずは個別相談から。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-177-213 0120-177-213 まで。ところでさ、はい、この本読んだ？いや、読んでないですね。なんだよ、ポーチとピース、はい、投資について考える本。投資について考える本、これ僕はね書いたんだけど、ね、初めて絵本のさ、はい、ね、原作考えたんだけど、これ結構今ね評判いいんですよ。あ、そうなんですか。だからね、多分相当珍しい、感覚で、もうなんとかな、コメントなんかも非常にいいコメントがいっぱい入ってるんで、ぜひねアマゾンで買っていただくと順位もまた上がるし、今日差し上げるんで、お子さんのいる方にね、はい、紹介してあげてくださいよ。人生変わるから。あ、そうなんですか。うん、僕はそう思うね。ありがとうございます。皆さんもぜひ読んでみてはいかがでしょうか。それではまたお会いしましょう。この番組は豊かな未来のコンサルティング CF ネッツの提供でお送りしました。ここが知りたい不動産は FM 横浜とも連動しています。合わせてご覧ください。